皆さんこんにちは、宮古リフォーム川です。今日も横浜のリフォーム会社クラスリフォームさんと一緒にお送りします。で、今日なんですけども、これまでクラスリフォームさんでいろんな施工事例をご紹介いただいたと思うんですけども、はい、今回についてはうちから宮古リフォームから自慢の水回りリフォーム事例をご紹介させていただきます、はい、ありがとうございます。お願いします。今回予算500万円でこんな感じで水回り全面リフォームしましたというような内容になってますんで、はい、ぜひとも広告期待というところでお願いします。はい、見ていただきたいと思います。今回の、まあ、事例なんですけれども、もともとのお家の築年数としてはもうかなりの古いお家でして、まあ、1階2階、まあ、リフォームしているっていう感じで、で今リビングのキッチン周りの写真出しておきますけれども、壁付きのキッチンなんですよね、逆側ダイニング側もうそれなりの広さがあって、であのキッチンの背面に冷蔵庫であったりとかカップボードというか多分食器類は入ってないんですけども、棚が付いているような状況でしたと、っていうところで、やっぱりね最近の間取りってこういう壁付きじゃなくてオープンタイプというかペニンシュラとか、そうですね、そういったものをご希望される方が多いじゃないですか。と、ね、いうことで、もともと壁付きだったものをまだ図面出しておきますけれども、はいはい、対面にしたいというような、多くの方がやりたいと思ってるんじゃなかろうかというようなリフォームになっております。そうですね、はい、でやっぱり壁付きの場合って何が問題かというと、やっぱカップボードが一つ問題かなと思いまして、こちらから見られたら分かりやすいかなと思うんですけれども、カップボードも壁につくんですよ ね、はい、そうするとどうしてもキッチンとカップボード冷蔵庫、はい、この3点の動線っていうのが長くなってしまうっていうのが一つ課題だったわけですね。ということで今回リフォームではカップボードも一緒にリフォームして、キッチンの背面に冷蔵庫もカップボードも持ってくるっていう一番使いやすい動線設計のキッチンリフォームを行いました。いいですね。最近チャンネル登録の率が減ってまして、今現在2万人登録目指してますので、ぜひともちょっと応援の意味を込めてチャンネル登録お願いします。早速アフターの写真ご紹介していこうと思うんですけれども、こちらになります。あー、かっこいいですね。 ありがとうございます。カウンターもといい、アクセントといい、はい、ライティングレールといい、そうですね、いいですね、うん、まあ、基本的にはお客様が選ばれたものになるんですけれども、はいはい、いくつかポイントをご紹介させていただくと、はい、まず対面キッチンしますっていうところで、壁付きにあったキッチンをダイニング側に持ってきましたと、はい、でその時に施工前の時点で柱があったんですよね、はい、でその柱が撤去できないものだっていうのもともと分かっていたので、はい、今後前については壁にして、うまいです、はい、腰壁を作って、うまいです。それに対して I 型の壁付きキッチンを設置して、うん、オープンキッチン、ペニンシュラキッチンにしたっていうような事例になっております。はい、どうしてもその柱は撤去できなかったんで、うん、その厚みで腰壁を作って、はい、それとほぼほぼ同じ奥行きのカウンターを載せたというのが、はい、こちらの事例になっております。これ喜ばれたんじゃないですか。そうですね、ね、上手ですね、うん、今回に関してはお客様の方で結構もう考えが煮詰まって、うん、まあ、考えたらもうそこがちゃんと動いてくれへんみたいな感じでうちにお声かかったっていうのもあって、だいぶ考えが煮詰まっていたような状況ではあったんですよね。はい、そういった意味で言うと、まあ、お客さんのやりたいことっていうのを単純に実現するだけでこんな感じでいいデザインに仕上がったわけなんですけれども、はい、まあ、ポイントとして一番このやっぱり金額かかっているところやっぱりキッチンかと思うんですけれども、はいはい、キッチンに関してはクリーンアップのステディアですね。ステディア背面のカップボードと合わせてなんと定価設定で200万超えてきます。こちらあやっぱカップボードかかりますよね。かかりますね、はい、でなるともう定価設定200万超えてきて、はい、なおかつ割引率も低いようなキッチンになりますんで、はい、弊社でもキッチンだけで130万税別からかかってくるようなものになってきてます、うんうん、はい、でその中の仕様としていくつかポイントがありまして、レンジフード、こちらに関してはクリーンアップ自慢の洗えるレンジフード、あーいいですね。こちらの水を入れとけばファンを洗ってくれるんですよね。そうですね、はい、でその洗い終わった汚れた水を捨てるというだけの商品でファンの掃除が不要になっております。はい、その他ついているものとしてはコンロですね。で今回ねちょっと変わったものついてまして、はい、コンロがなんと別注なんですけど、はい、ついているのが、うん、パロマのウィズナっていう商品がついてるんですよ。パロマのウィズナっていう商品は、うん、リン内でいうところのリッセ相当、そうですね、はい、リッセってかなり人気商品じゃないですか。そうですね、ガスコンロ、はい、でこれ何かっていうとまずトップのデザインが縁がないんですよね。なんですごいスタイリッシュに仕上がってるっていうともに、はい、操作部全面も安物のガスコンロだというとこれレバータイプ、ね、また画像出しておきますけども、はい、レバータイプだと思うんですけども、はい、ウィズナクラスになりますと丸いタイプで使っていないときはもう出っ張りをなくすようなことができる操作部になってまして、はい、あとはオートグリルですね。オート調理機能っていうのが充実してますんで、いろんな料理を作ることができるっていうのがいいですね、はい、ポイントになっていると、はい、でここはね、まあ、リッセとほぼ同等なんですよ、はい、でただウィズナのこれ何が優れてるかというと、はあ、リッセよりかは安いんですよ。あというかリッセが高すぎるんかも。機能は劣らないわけです、ね、まあ、似てるような感じですね。似てるんですね、まあ、細かく比べてたら違うところあると思いますけど、うん、あなるほど、すごいコスパに優れた商品かなと思いますよね、はい、
こちらも今回ぶっちゃけお客さんに教えてもらったものにはなるんですけども、はい、正直僕らもなんかお客さんから教えてもらって、あ、そうなんだ、あ、そういうのありますでもね、はい、なんか主力になっていくものってありますよね、はい、ありますあります。はい、ミヤコリフォームでは視聴者様からのお悩みを受け付け中、詳しくは概要欄から公式 LINE を追加で、結構今回定価設定が上がったところとしては何かっていうと扉カラーだと思うんですよね。かなりかっこいいデザインじゃないですか。かっこいいですね。でこれかまち付きのデザイン、完全に平べったいになって、はいはい、角が取られているデザインになるわけですけど、はいはい、これにするとクラス3っていう扉グレードなんですよ、うん、ステディアの場合は、はい、クラス5、4、3、2、1っていう感じで、はい、クラスの5が一番安くて1が一番高いっていうのになってるんですけども、はい、5でも結構かっこいい、かっこいいですよね、はい、うん、カラーを選べるんですけれども、はいはい、まあ、それでも一番安いですと、はい、その場合は定価設定がなんと167,000円なんですよ。一方で今回クラス3、はい、かまち付き、まあ、そういった加工をしていると、はい、まあ、ちょっと高くなって4、3っていう感じで2段階アップなんですけども、その定価が200万トンで4,000円ということで、だいたいこう定価設定で40万ぐらい変わるんですね。2ランクで40万、はい、で弊社の場合は、だいたいこうステディアに関しては定価の 65% で出してますんで、はい、40×65% は26万ぐらいと思うんですけども、そうそうそう、プラス税ってことで、うん、30万この扉のデザインが違うだけで変わるってこと。そうですね、まあ、今回カップボード付きなんで、はい、ダブルで値段上がってるわけなんですけども、うんうん、そうですね、まあ、それぐらいいいものを選ばれたって感じですね。あ、本当ですね、はい、ただやっぱりこのデザイン結構人気で他のお客さんでも入れてるんですよ、うん、でもその気に入ったデザインをお部屋の真ん中に持ってこれてるっていうのはいいですね。そうですね、やっぱりこれ隅っこじゃないからね、うん、部屋に入って正面で見れますので。そうですね、存在感が違います。はい、で今回は食洗機なしになってるわけです。はい、収納重視。そうですね、はい、その背面のカップボードについても少々言及したいと思うんですけども、うん、これ自体まずデザインとしては先ほどのキッチンと同じ扉カラーしてますんで、うん、かっこいいってところですけど、はい、カウンターの色が結構おしゃれじゃないですか。ブラウン系で、はいはい、あまり気にする人多くはないんですけども、はい、今回一つちょっとお伝えしようと思うのは何かというと、カップボードの天板なんですけども、これ、ね、大きくね、人造大理石とメラミン化粧板、はい、このどちらかを選択できるんですよね、はい、多くのメーカーでは、うんうん、人造大理石って、まあ、本当にキッチン本体のワークトップで使われることが多いものがあるわけなんですけども、まあ、大体こう厚さ1センチぐらいですかねが、まあ、人造大理石実製でできているものになるんですよね、はい、一方でこうメラミン化粧板っていうのは、まあ、木質系を芯材にして、はい、そこにメラミン化粧板っていうので巻かれているような仕様になっているわけなんですよ、はいはい、っていうことで水にはそこまで強くはないですよね芯材は木材なんで、はい、でただその代わりなんですけども、今回この天板を見て分かる通り、いろんなデザインのメラミン化粧板を選べる機種が多かったりするんですよ、ね、うん、はい、ということで今回こういったおしゃれなブラウン系のものを選ばれたっていうところになります ね、 いいですね、というのがカップボードの一つポイントかなと思いますし、あとはゴミ箱を入れるためのオープンスペースを確保してるところも、ね、はい、ポイントかなと思います。気が利いてますね、はい、でこのカップボードの背面アクセント深緑のものを貼ってるかと思うんですけども、はい、これはもともとお客さんがこれを貼りたいっていうところでずっと温めてきたものになるんですけれども、なんか最近のこうデザインというかしっかりとアクセントが効いてるなって感じします ね、 いいですね。で天井にはダクトレールつけて、はい、でこれがまた黒色の方が締まりますよね。白色と黒色と大きく2つありますけれども、はい、ということでスポットライトで通路照らして手元も照らすというところで、はい、なっております。ダイニング側につきましては照明計画としてダウンライトで、ちょっとこれは針がね、まあ、合計白いところも含めて4本ですね、はい、通ってまして、それぞれセンターでダウンライトを仕込んでつけたわけなんですけども、やっぱりおしゃれですよね。ダウンライト、ね、定番っちゃ定番ですけども、いいですね、はい、すっきりした空間に仕上がってま す、 いいです、ね、ミヤコリフォームでは同業の方への経営相談や有益な情報提供を実施中、詳しくは概要欄から公式 LINE を追加で、あとお風呂洗面トイレというところではあるんですけれども、お風呂につきましてはもともとユニットバスが入ってて、そちらを TOTO のサザナの1616サイズで入れ替えました、はい、この時のポイントといたしましては、浴室暖房乾燥機のガス式、まあ、通称カワックですよね、大阪ガスの、うん、そうですね、もともともカワックいるかっていう話もあったんですけどまあちょっとこちらのお仕事の都合上、まあ、タオルをいっぱい乾かしたいっていうのがありまして、はい、まあ、それやったらカワックでもう一回つけてそちらで乾燥させたらいいんじゃないかってところで、そのスピード上げるためにカワックも大きく 3.3kW タイプと 4.1kW タイプ2つあるんですよ。で今回はその容量の大きい 方、はい、4.1kW タイプでご提案してそれをつけていただきました。やっぱりこのカワックがあるかないかっていうところで、まず物の金額として10万ぐらい変わりますよね、はい、変わりますね。でそこプラス工事費というところで、はい、なかなかカワックの工事も難しくて、専任の職人呼んできたりすることもあって、だいたい20万とまでは言わないんですけども、だいたい15、6万ぐらいは通常の換気扇なのか
か乾くなのかってところで工事費含めて値段変わってくるかなというところになります。で洗面台につきましては同じく TOTO 製品のオクターブで仕上げて、まあ、こちらももう言わずもがなの人気商品ってところで説明は割愛させていただくと思うんですけども、はい、で最後トイレというところ で、はい、でトイレにつきましては TOTO でこれも仕上げましてピュアレスト EX どうですか。ピュアレスト EX って結構入れ張ります？人気ありますでしょう。ドシッとしてません？どちらかシュッとしてるイメージだと思うんですけど、これは QR がちょっとこうくぼんでるっていうか、はいはいはい、こっちの方がドシッとしてるんですよね、はいはいはい、単純に僕は QR の角型よりも、うん、あの丸型の、うん、あ丸型の、まあ、お客さんが入れようと入れまいが僕はあの EX なんですそうなんだ、はいはい、いいですね、はい、EX とアプリコット、はいはい、便座ですねのセットで入れております、はい、でやっぱりこのアプリコットになると貯湯式じゃなくて、はい、瞬間式の便座になるというところで、はい、水を溜める必要がないんですよね。はい、そうですね、はい、なのでシュッとしたデザインで便座になるわけなんですよね。で高気化も上がりますし、うん、温水洗浄便座の機能っていうのも、うん、通常のウォシュレットの S っていうタイプがあるんですけども、うん、そちらよりもいろんな機能がついてたりしますというところで、はい、清潔感のあるデザイン性の高いトイレに仕上がってます。スマートですねっていう感じで、まあ、キッチンがメインでありますけれども、はい、キッチン、お風呂、トイレ、洗面っていうところの4点で、はい、合計で税込みで500万というところのリフォーム事例になります。はい、まあ、ぜひともこちら参考にしていただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。今日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。